はい、いつも激闘シリーズご愛顧いただきましてありがとうございます。激闘を担当してきましたオーナーバリの吉成と申します。今回はですね、その激闘ジムの、特徴、なぜ昭和専用というところで激闘シリーズと名付けたとか、まあ、激闘シリーズ呼んでいるのかという理由と、あと激闘シリーズ5種類今ございます。その5種類の、特徴およびあのアクションの特性をそれぞれ簡単にですけどお話しさせていただきたいと思います。まず激闘シリーズの際立った特徴として、このパフボーンと名付けた鉄のパネル、ステンレスのパネルがジグの中に内蔵されているということですね。結構分厚いです。何のためにこんな手の込んだことをしたかというと、昭和の釣りである以上、どうしても釣り上げた磯の上に釣り上げた魚が暴れて岩に当たってジグが変形したり、ホログラムが簡単に剥げたりということがあります。それを防ぐためです。変形すると、そこから水が侵入したりしてホロは剥げやすくなります。あるいは動きが変わってしまって、魚がそれまでと比べてパタッと杭が病んだりします。そういうことを防ぐためにパネルを入れてます。単に塗装を強くしただけでは防げないんですよ。それでこんな手の込んだことをやらせていただきました。それを改めて知っておいていただきたいなというふうに思います。それが激闘シリーズの特徴。ところがね、二次的な効果もありましてね、これはポールしていきますよね。こう着底しました。そうするとね、伝達がいいんです。着底感が手元に簡単に伝わってくるっていうのもこのパネルの予期してなかったメリットの一つとして生まれました。それも付け添えておきたいと思います。最後ですけどね、3つ目、目玉をこれもね、磯にコンコン当たったり鳩に当たったりするとき取れやすい。それを防ぐためにくり抜いて縄を、そこに目玉を完全に飛び出ないように入れてます。だから激闘シリーズで目玉が取れたっていう話はまああんまりないんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、ずっと使ってると、そういうこともあるかもしれませんけど、目玉も取れにくいっていうのが激闘ジムの特徴です。まあ、以上3点、とにかくハードに耐久性を高めたっていうのが激闘シリーズの機能上のトータル の共通点ですね。それぞれの使い分けですけども、まず激闘ジグノーマル、一番最初に作ったやつですね。これはあらゆるアングラーに真っ先に使ってもらいたいものです。飛距離も、それから巻きでも使える、ポールでも3秒ぐらい水平で落ちた後シンから落ちるっていう、非常に使い勝手のいいジグになっています。だからまず基本、どれから入るかといったら激闘ジグノーマル、これからと思ってください。私も使用頻度が最も高いのがこの激闘ノーマルです。次に2つ目に作ったシリーズ2作目、それが激闘ジグエアロ。これ見ていただいたら分かると思うんですけど、テールヘビーです。これはね、死のもの言わずにぶっ飛ばそうと、あの潮目までとか、あの鳥山まで、あのナブラが湧いてるとこまでとにかく飛ばそうっていう飛距離特化型です。もうとにかく飛びますんで、飛距離がいるときは迷わずこれを使っていただいたらいいと思います。で、巻いたら巻いたで割と派手なウィグリング起こしますね。で、魚を集める力も波動で強いです。で、ただ水平にフォールしたりはしませんので、巻いてラインを緩めたらお尻から落ちるというフォールが速いという特徴です。それがエアロ、飛距離を出したいならエアロということです。次に3つ目、激闘ジグレベルですね。レベルっていうのは水平という意味です。で、その名の通り水平に細かいローリングピッチのボールを見せます。ですから水平フォールに弱い、フォールに弱い魚ですね、カツオであるとかマグロであるとかサワラであるとかを狙う時にはもうピカイチですね。フラッシングも激しいです。で、あとそうですね、やっぱり根魚をちょっと遠投して使ったりっていうようなマニアックな使い方もできると思いますね。で、オフショアのユーザーがこのレベルにはすごく多いという現状もあります。オフショアユーザーに使っていただいても随分超過の上がる、あのセンター、あのこのラインアイが完全にセンターから出てるっていう操作性、緻密な操作をできるっていうところもレベル の特徴の一つですね。はい、水平フォールのローリングピッチ、それがレベルです。フォールで食わそうっていうのがレベルですね。4つ目、
同じくフォールで食わそうという水平フォールを見せるジグ、それがウルトラスローです。レベルとどう違うかというところでいくと、その名の通りゆっくり穏やかにフォールするということです。アクションの特性としては、レベルがシューンとジャークしたらすっ飛ぶのに加えて、ウルトラスローはブレーキが高いです。ジャークしてもその後ゆっくり落ちます。本当に厳冬期とか食いしぶった魚を狙う、あるいは意図的に寝魚をちま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 短い移動距離でフォールさせ、短い移動距離でフォールさせっていうことを繰り返すのであれば、ウルトラスロー以外にないっていう、必ず持っていていただきたいジグの一つです。あとヒラメにも強いですね。なぜかヒラメの超過がすごく上がります。それがウルトラスロー。で最後、激闘シリーズ唯一のタングステンジグ、これ 100g ですけども、同じく 100g でもこれぐらいのシルエット差があります。 105g と 100g タングステンですから飛距離も圧倒的に出ます。まあそれはタングステンである以上当たり前。じゃあ他のタングステンジグと何が違うのかというと、これ水平に落ちるんですよ。水平に。そういうタングステンジグがなかなかなかったので、フォールが速すぎて食わせるタイミングを与えられなかったのがタングステンジグの泣きどころ。それを水平に落とすことで食うタイミングを作ったというのがこの TGH、 激闘 TGH ですね。あともう一つアクションもね、このくぼみがあるからすごくリトリーブル動くんです。そういうタングステンジグも実は少ない。だからこれは動く、しかも水平に落ちるっていう珍しいタングステンジグです。以上5つが、激闘ジグのそれぞれの特徴ですね。全てが特徴が違うので、その日の状況に合わせて使い分けていただくことで、超過が上がると思いますので、ぜひよろしくお願いします。